はい、こんにちは、116ウィンズです。さて、今日からドラフトが始まりましたね。現地7月17日から19日までの3日間、合計20ラウンドにわたって行われる MLB のドラフトですが、1日目の今日は全体80位までの指名が行われました。MLB のドラフトは以前は6月開催だったんですが、昨年史上初めて7月開催となりまして、そして今年もオールスターと並行しての開催となったわけですが、突如としてこの時期のイベントが盛りだくさんとなった感じですよね。今年のドラフト全体1位指名権を持つのは、昨年シーズン最終戦にして大逆転で1位指名権をつかみ取ったボルティモアオリオールズ。2019年に現在の正捕手アドリー・ラッチマンを指名して以来の全体1位指名となりましたが、果たして誰に使ったのか。そして今年のドラフトは結構2世選手の上位指名も有力視されていましたが、上位指名の行方や、また我らがマリナーズは誰を1日目に指名したのかなどなど簡単に見ていければなと思っています。はい、では今年のドラフト全体1位ですが、オリオールズは高校生ショートのジャクソン・ホリデーを指名しました。ホリデーの父はロッキーズやカージナルスなどで活躍し、オールスターにも通算で7度選出された強打者マット・ホリデーでして、2世選手が全体1位指名となったと。メジャーリーガーを父に持つ選手が全体1位指名を受けたのは1987年、マリナーズがかのケングリフィージュニアを全体1位で指名して以来史上2人目だそうで、ホリデーに対するオリオールズフロントの期待の高さも伺えます。オリオールズはラッチマンの指名を含め3年連続で大学生を指名していましたので、今回久々に高校生を指名した格好になりましたが、ホリデーは打席では父譲りかは分かりませんが、卓越したアプローチの持ち主で、特にコンタクト面の能力が高く評価されている選手ですね。現在フィリーズでプレーする JT リアルミュートが保持していた高校生のシーズン安打記録を更新し、強い打球やパワーも徐々についてきているという話もありますので、将来強打のショートとして鳴らす未来もありそう。グリフィージュニア以来の2世選手の全体1位指名と聞くと、まあハードルが高い、そら余裕で殿堂入りした選手と比較してしまったらそうなんですが、ただオールスタークラスのショートに成長できるとの呼び声も高く、現在オリオールズは再建期に集めたプロスペクトたちがラッチマン含め徐々にメジャーに昇格しつつありますが、オリオールズが真に勝負期を迎えた際にこのホリデーも大きな役割を担うかもしれませんね。ということで2世選手が全体1位指名となりました。そして2位も2世選手、ダイヤモンドバックスは高校生外野手ドリュー・ジョーンズを指名しました。通算10度のゴールドグラブ賞受賞に5度のオールスター選出と、特にブレイブス時代は名センターとして活躍し、キャリアの晩年は日本の楽天でもプレーしたアンドリュー・ジョーンズの息子がこちらのドリュー・ジョーンズ。1位指名候補にも名前が挙がっていたジョーンズですが、こちらも父親に似てセンター守備が非常に高い評価を受けている選手ですね。抜群のスピードと打球に対する勘などのコンビネーションによって広い守備範囲をカバーでき、肩も強いことからメジャーに上がってきた際には守備でも見せる選手になってくれそう。対してバッティングはまだ成長途中のようですが、スイング自体は速く、また体の成長とともにさらにパワーがついてくると予想する声も多いので、それこそ彼の父アンドリューの20代がそうだったように、シーズン30本を打ちながら芸術的なセンター守備を見せてくれる、攻守にインパクトを残せる選手になることに期待したいですよね。個人的にドリュー・ジョーンズに関しては高校の試合だと思うんですが、観客からオーバーレイテッド、過大評価とやじられながらセンターに特大のホームランを叩き込んで観客を黙らせたシーンが印象的で、こういったところで結果を残せるあたりにスター性を感じましたが、果たしてプロに入ってからはどうなるでしょうか。続いてレンジャーズの全体3位指名ですが、これはサプライズもいいところでしたね。まさかのクマロッカーを指名。ロッカーはもともとバンダービルト大学のエースとして大活躍した右腕で、昨年のドラフト全体1位指名候補にも名前が挙がっていた選手ですが、ただ昨年少し試合によって球速のばらつきが生じたりと本調子でなかったことが評価を落としてしまい、結果的にはメッツから全体10位指名。その後入団前のメディカルチェックで健康面に懸念が生じたことから契約合意には至らず1年浪人。今年は独立リーグのフロンティアリーグでプレーし、5試合20イニングを投げて防御率 1.80 の成績でした。メッツとの入団交渉が破談した後の昨年9月に肩の手術も受けていたことが判明し、またそもそもここ1年まともに投げていなかったことから、今ドラフト最大のミステリー枠だったロッカーですが、まさかの全体3位。ドラフト直前にフィリーズが全体17位でロッカーを指名するかもみたいな話は出ていましたが、ここまで高い順位での指名は誰も予想できていなかったんじゃないですかね。ただ状態がよくわからない部分はあれど、万全なら昨年全体1位で選ばれてもおかしくない素材で、独立リーグでは最速99マイルを記録し、スライダーも上々だったようですので、レンジャーズとしてはロッカーの状態にかなり自信があるんでしょうか。レンジャーズから指名されたことで、バンダービルト大学時代のチームメイトで、かつダブルエースとして共にチームを牽引したジャック・ライターと再び同じチームとなりまして、もしかしたら近い将来、レンジャーズの先発ローテーションに、ライターとロッカーの2人が大学時代と同じように並ぶ姿が見られるかもしれません。
はい、ではここからは我らがマリナーズのドラフトについても話していきたいなと思いますが、全体21位指名でマリナーズは高校生ショートのコール・ヤングを指名しました。ジェリー・ディポトが編成トップとなってからかなり大学生に重きを置いた指名をしてきたマリナーズですが、昨年のハリー・フォードに続いて今年も高校生指名となりましたね。2018年からギルバート、カービー、ハンコックと大学生ピッチャーを3年連続で指名したのもあって、オレゴン州立大学のクーパー・ジャーピーあたりの指名を予想する声もありましたが、今年も高校生と。ヤングは特にヒットツールに優れ、空振りも少なくゾーン管理もいいということで、まさにディポトさんが好みそうなタイプのバッターのようで、また将来的にはショートに残れる程度にも動けると、パワーにはあまり期待できなさそうであるものの、アダム・フレイジャーやスティーブン・ドリューと比較する声もあるなど、高打率に期待できる一番打者へと成長するのがベストなシナリオでしょうか。マリナーズのスカウティングディレクターであるスコット・ハンターは、ヤングの完成度の高さをかなり評価しているようで、メジャーでもその前評判通りの完成度の高いバランスの良い選手になってくれたら嬉しいですね。その他マリナーズは今日もう2人の選手を指名しています。全体58位でバージニア・コモンウェルス大学の内野手タイラー・ロックリアーと、全体74位でフロリダ州の高校生右腕ウォルター・フォード。ロックリアーはパワーが自慢の選手で、特に平均打球初速や打球の角度のつけ方も評価されているようですが、個人的により楽しみなのはフォードの方ですね。本来来年のドラフトにかかる予定の選手でしたが、1年早く高校を卒業したため、まだ17歳ですがドラフト可能になったと。17歳ながらすでに最速97マイルに空振りを奪えるスライダーがあるということで、ポテンシャルの高さが伺えますよね。少しフォームの再現性に課題があって、制球もばらける場面もあるようなんですが、運動能力自体は高いため、それも改善すると見込まれていますし、何よりマリナーズは近年投手育成は比較的うまくいっていますので、そのチームでフォードがどう成長するか。カービーに代表されるようにマリナーズに入ってから球速がぐっと伸びる選手も多いので、将来的には100マイル連発みたいなピッチャーになってもおかしくはなさそう。じっくりエース格のピッチャーに育て上げてほしい選手ですね。いやー楽しみです。はい、ということでドラフト1日目について本当に簡単に話していきましたが、明日以降もドラフト続きます。まだまだ注目選手残っているようですので、ホームラン競争やオールスター本番と合わせてドラフトも注目して見ていきたいところです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。